さあトライブゲストコーナーです、はい、このコーナーでは各分野で活躍中のゲストさんをお招きして様々なお話を聞いていきたいと思います。はい、山切久ちゃん卒業スペシャルの本日はスタジオに急遽ね決まりまして駆けつけてくれました、はい、ゲストはモーニング娘。ワンナイン石田あゆみちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。石田あゆみです。はい、お願いします。お願いします。やったー。もう話では毎週のように登場してるんですよ。ありがとうございます。ドライブ で変な噂だけが広がってないから不安です。不安で変な噂広がっちゃいないですけど、はい、いや、やっときましたよ。嬉しい。うん、いや、ほんと、ここ、石田さんをね、確実に今日ゲストにお呼びするために、うん、私ほんと一生懸命考えたんですよ。ね、もう、噂には聞いてます。来ました、はい、いや、ほん、今回ね、その最終回だっていうことで、うん、まあ、できれば山木さんの好きなゲストをお呼びしたいと思ってるんで、うん、まあ、第3候補まで好きな、うん、呼びたいゲスト呼んでくださいって、うん、教えてくださいって、ね、番組から、はい、スタッフさんから言われたんで、はいはい、あ、じゃあと思って、まあ、第一から決めようと思ったんですけど、はいはいはい、私はやっぱ石田さんに最後来てほしかったんですね、はい、だったんですけど、じゃあ第一候補石田あゆみさんでって言ったら、うん、なんかまた、うん、はいはい、オッケーオッケー、まあどうせ、まあ石田ね、はいはいって流されちゃうんじゃないかいやいや、なんかちょっと、そのまあ、ちょっと言いすぎてるから、ね、そう、言いすぎて、もういいよ、お腹いっぱいだし、そうか、ね、この間イベントも二人でやってたし、やりましたよ、うん、まあもういいからって言われかねないなと思って、うんうんうん、はい、あえて第1と第3をちょっと難しい方にすることによって確実に石田さんを当てていこうと思いまして、あくまで第2候補ですよ石田さんは、そうなんですよ、手でね、そうそう、第1候補は、ね、そうだからちょっとお願いしたのが、あのマネージャーがおっと、なんだなんだその話っていう表情になってますけど、あの第1候補はそのあのコナンのね、はい、あの主題歌で、はい、いつもやられてる倉木麻衣さん、はい、倉木麻衣さんは来てほしい、うん、まあ、来てくれたら本当に嬉しいですよ、素晴らしいです、それはそれですごく嬉しいですけれども、うん、まあ、お忙しいですし、うん、まあ、ちょっと事務所がね違ったりすると難しいとか、まあね、現実的じゃないっちゃ現実的じゃないかな、って思って、まあ、倉木麻衣さん、はい、でもありえなくはないっていう、はい、うん、で、まあ、第3候補、うん、はい、まあ、たびたびね、うん、60トライブでも、はい、あのこう話題に出、はい、上がっているカントリーガールズの、うん、K マネージャーさんを、はいね、15分間その K マネージャーのことで、はい、誰だよ、ね、クレーマーのごとく困んなかったんだろうね、はい、うん、私の LINE にだけ、うん、あのびっくりマークも絵文字も何もつかないっていうのをね、はい、去年のよく話してます、それ私の前でも、ね、よく言う、だって石田さんの LINE にも絵文字めっちゃつくんですね私、そう、モーニングのマネージャーをやってたこともあるんですよ、はいはいはい、でその時からやっぱりお世話になってて、いつもありがとうございますっていう気持ちで接してるからですよ、え、絵文字が来るのは、いや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 、もうちょっとどっか直そう石田さん、石田さん、もうもっと早く来てほしかった、そういうの刺さる今の言葉、そういうの、そういう、いや俺今までやっぱりね、山木ちゃんからの話しか聞いてなかったから、はいはい、だけど、はい、石田さんのそういう意見も聞くと、あ、そういう目線もあるんだと。あるわ、今の。うん、そうか、そうか。なんか私は、本当石田さんと変わらず、うん、あの、マネージャーさんに、はい、あの、写真チェックお願いします、みたいな、はいはい、お願いしたら、あの、うん、どうぞってくるんですよ。うん、どうぞじゃない。どうぞ。伸ばす。はいはいはい、なんですけど、まあ、なんか、石田さんのには、はい、いつも山木がお世話になってます、ニコニコ。写真大丈夫です、びっくりマーク、ニコニコ、みたいな。もう明らかに違うんですよ、態度が。それは日頃からもあるわけですよね。そうです、そうです。挨拶をちゃんとするとか。関係性が出るんですよ。はい。まだまだだったかな。K マネージャーとの関係はまだまだだったのか、まあまあ、で、その K マネージャーを、はい、第3候補に添えて。第3候補にそのマネージャーを書いたの？そうですよ。まあ、確かその私はもう本当、はい、マネージャーさんぜひね、はい、あの、その面白いトークを繰り広げていただきたいなと思ってたから、うん、はい、マネージャーさん来てくれても嬉しいんですけど、まあ、確かに面白い、おなじみだからね、はい、リスナー的にもね、初めましてじゃないから、うん、そうだね、うん、なんですけど、まあそのハロプロにそういう、うん、あんまりこうスタッフさんが出演するみたいな風潮ないじゃないですか、うん、まあ、ない、そうだね、だし、まあマネージャーさんご本人がね、うん、NG を絶対出すだろうと、まあ出たがらないよね、普通はね、そうそうそう、うん、ってなったら第1と第3が難しくなったら、うん、必然的に第2にするしかないじゃないですか、うん、だからその怖い怖い、グロいよ、あとでちょっとあえて、まあ、さらっと、はあ、第1は倉木麻衣さんで、まあ、第2は石田由美さんで、第3は、はい、K マネージャーでみたいな。そうなったらね、熱量をね、石田出しますってなるもんね、うん、ありがたい、すげー計算高いな、めちゃくちゃ確実に石田さんをお呼びする、はい、でさらにはもう一人この後ろ盾として、うん、この番組のプロデューサーが石田あゆみちゃんのファンだから、うん、それでいきましょうみたいな言ったわけでしょ、もう一人、やっぱ、まあ、私が添えることで、うん、まあ、そのねプロデューサーさんも、うん、私が言ったから、うん、
まあ、ちょ、ぜひ、みたいになる。ウィンウィンの関係。いや、もうなんか怖いよ、その、いろんなこの、ウィンウィンが結びついて。いや、でも結果嬉しいですから、今日こうやって出演できて。本当よかった。もうお話では何回も登場してますからね。でも、準レギュラーみたいになってますもんね。名前だけね。そうだね、確かに。毎週毎週。間違いない、マジで。うん。じゃあ、早速ですけどね、山木ちゃんからね、せっかくですから、紹介を。どんな方なのか。そうですね、しっかり。今更ですけれどもね。はい。山木ちゃんなりの紹介で。はい。私なりの紹介。何言われるの？はい。まあ、石田あゆみさんは、モーニング娘。ワンナインのサブリーダーに就任されていまして、はい。もう本当にね、サブリーダーとして、もうリーダーの福村瑞希さんを、こう、支えて、もうやっぱり、その、まあ、生田絵里奈さんっていう方もサブリーダーでいらっしゃるんですけど、そのサブリーダーお二人が福村さんをね、支えるっていう構図が私はすごく素敵だなって思っておりますし、はい。まあ、私はカントリーガールズとして最年長なので、まあ、普段はこう、最年長としてまとめることが多いんですけれども、はい、石田さんは、あの、そんな私に、あの、すごく、そう、私の面倒を見てくださる。はい。めちゃくちゃお姉さん的な存在ですね。はい。いつも本当に助けられております。お世話になってると。はい。そんな本当にもうお世話になりまくってる、もうお仕事でもプライベートでもお世話になりまくっている石田さんに、はい。やっぱね、クリスマス、そして最終回である、はい。来ていただきたいということで、来ていただきました。実現しましたよ、今日ね。はい。ありがとうございます。そしてそんなモーニング娘。ワンナインはですね、はい。1月22日に、はい。新年早々。はい。68枚目のシングル、心&体。はい。ラブペディア人間関係ノーウェイウェイをリリースいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。全部早速みんな。全部言ってくれるんだね。ありがたいよ。言いますよ。ありがとうございます。はい。ということで、たっぷりもうすでに語ってますけど。いや、もう本当にどこから話せばっていう感じなんですけど。そうですね。どうしましょうかね。はい。じゃあまず、これ、出演するにあたって、なんかこう、山木ちゃんからお話とか聞きました？この60についての話はよく聞かせてもらってるんですけど、あの、リサちゃんがすごい嬉しそうに、この卒業を発表した後の収録の話を聞かせてくれて、こう、私が卒業するって言ったことを、土屋さんが本当に引き止めようとしてくれたんです。いや、そうですよ、それ。どうしたら卒業するのやめてくれる？じゃあ、これはこれはって言ってくれて、私すごい嬉しかったんです。言ってました。石田さん、石田さん、怖かったです。石田さん、それは違う。石田さん、それはちょっと違う。違う、違う、違う。じゃあ、すげえ頑固な感じで。生放送だから、それカットできないやつ。ごめん、ごめん。いいじゃん。そういうの聞かせてくん、ほんとに。いいじゃん。いや、そうなんですね。すげえ冷たくあしらわれて。もう言っちゃってますから、みたいな。はいはいはい。もう発表しちゃってますから、もう、大人になってください、みたいな雰囲気出すんですよ。はい。嬉しかったです。その裏ではほんと嬉しかったみたいで。嬉しかったってくれました。はい。そんな感じ、もう本当にね、プライベートでめちゃくちゃ60の話とかも、そうしてますし。するするする。はい。とかですね。やっぱりまあ、プロデューサーさんが石田さんのことを大好きなんで。ねえ、そうなんですよ。なんか、こっちにはそんなに直接的なのはないんですね、最近ですよ。リサちゃんから初めて聞いたから。はいはい。言ったらその番組で、よくね、会うこともあるでしょ？そう、モーニング娘。も、モーニング女学院っていうラジオ日本さんでやらせてもらってるので、もちろんすごく応援するんですけど。そこでのスタッフでもありますか？全然知らなくって。で、リサちゃんから打ち明けられ、それ以降、あ、そういえばコンサートで青い T シャツ着てるなって言ってくれてるんですよね。そういえばっていうことで、いろいろこう、会うんだね、これ。青い、着てるな、みたいな。いや、もう、だから、まあね、たびたび、その、60トライブとか、カントリーのラジオの方の、こう、終わりの写真ってあるじゃないですか。写真撮るときに、私、たくさん、石田さんの、ガオッキーのグッズ、まあ、石田さんから、ご本人から、たくさんいただくので、それをこう、普段使ってるんですよ。今日ボールペン持ってたりとか。これを、もう、写真撮るときに、私はもちろん普通にピースして、ラジオ日本の看板だけ持って、写真撮ろうとするんですけど、山木さん、山木さん、このボールペン、撮りましょう。この、出してくれた。だから、めちゃくちゃ、多分見返してみると、その、石田さんのカラーのガオッキーが、あの、写真に、たくさん登場してると思うんですけど、あれは、あの、スタッフさんの、写真が。もちろん、山木ちゃんの気持ちももちろんあるけど、そう、だからちょっと、山木さん、ちょっと、石田さんのグッズアピールをしすぎじゃないみたいに、思われてる方は違いますよっていう、そうそうそう。プロデューサーの思惑もあるぞ。そうそうそう。なんかそういう風に、世に出る写真っていうのは、まあ、面白いからいいと思うんですけど、あの、モーニング女学院のこういう台本に、トッ
ップに、はい、あの毎回写真を貼り付けてくださるんですよ、はい、その日例えばクリスマスだったらクリスマスっぽい写真とか、うん、あと前日のブログの写真とか載せてくれたりするんですけど、うん、私が出演するときは必ずリサちゃんとのツーショットが載ってるんですよね一切出演しないんですけど山木さんはそうですね、だってモーニングさんじゃないですもんね私それも別に世に出るわけじゃない台本なんですけど、まあ、こっちは嬉しいですけどね、はいはい、そういう感じでテンション上げてくれます。だから自分が関わってる山木との話をしてほしいんだろうね、プロデューサーは。そういうことなんですかね、うん、なしてほしいってことか。推してる石田歩美に俺と関わってばかりの山木のいや待って待って、曲行けという指令が。まだまだ新曲の話全くできてないのに。全然本当だわ。じゃあちょっと曲行く前に軽くね、はい、この新曲のお話、はい、一言添えて曲紹介をお願いしてもいいですか。ね、はい、どんな感じだったりするんですか。さっき言ってもらったその1月22日発売の新曲なんですけど、はい、今から聴いていただくのはラブペディアという曲で、ラブペディア、この曲は結構可愛らしいモーニング娘。の声が聞ける、はい、で特にですね、あの最近15期メンバー、うん、新メンバーが3人加入して、うん、あの子たちの声が特に可愛いんですよ、はい、まだ幼いあどけない歌声がたくさん聴ける一曲になっています。それでは聴いてください。モーニング娘。でラブペディア。60トライブ斜め45度土屋隼人とカントリーガールズ山木梨沙でお送りしています。六丸トライブ、東京麻布台ラジオ日本第一スタジオよりお送りしています。トライブゲストコーナーはモーニング娘。ワンナインの石田由美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、この時間まずはねお知らせ等がありましたらお願いします。はい、ぜひプロモーションで来ているので。はい、はい、そうなんです。私プロモーションで来ているんですよ。そうですね。そうだったんですね。そうなんです。プロモーションで来てたんですね。お邪魔させてもらって、ここだけしっかりしとけばもうたっぷりお話は。はい、はい、そうですよ、ちゃんとお知らせしたら。じゃあサクサクっていきますね。はい、行きましょう。1月7日にですね、うん、私の5冊目の写真集、はい、Believe in oneself というのを発売します。はい、これは実際に今スタジオに完成したのをですね、初めて人に渡すんですけど、完成版って。マジっすか？ぜひよかったら見てください。ありがとうございます。皆さん、リサちゃんもくれるんですか？どうぞ。めっちゃ嬉しいんですけど。うわ嬉しいね。じゃあ歩みルーレットしましょう。何それ？歩みはしますよ、もちろん。何ですかそれ？はい、あ、先に告知です。先に告知だ。これだけ。行けない。すぐそれちゃうから本当に。告知ですね。失礼いたしました。あとですね、あのハロープロジェクトのカウントダウンコンサートの開催があります。はい、はい、ハローカウン、ハロープロジェクトカウントダウンパーティー2019グッバイ&ハローというのがですね、はいはい、中野サンプラザで12月31日夜通し行われるんですけれども、こちら全国のライブビューイングもあるので、こちらよかったらぜひ遊びに来てください。さらに2020年は毎年恒例のお正月ライブがありまして、うん、ハロープロジェクトメンバー総出演するお祭りみたいなやつですね、はいはいはい、1月2日中野サンプラザからスタートして、うん、あとは全国各地もありますので、こちらもよかったら遊びに来てください。お待ちしてます。はい、皆さんチェックよろしくお願いしますね。お願いします。はい、ではではお話を。今日本当やること終わったんでね、はい、終わってはないかなはい、でね、はい、じゃあ僕からもいろいろ聞いてっていいですか。はい、最初はまず何でこう仲良くなってたんですか。そもそもが最初は、うん、私があの名探偵コナンの、うん、真実はいつも一つっていう名台詞、はい、うん、あれが書かれた T シャツを着てたんですね、リハーサルの時にそれもなかなかですよね。それもあの竹内あかりさんからもらったんですよ。すごい、つながり、つながり、そう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 、竹内ちゃんもらって、それをこう、まあ、着てたんですよ、はい、そしたらリサちゃんが、うん、石田さんコナン好きなんですか、うん、って突然話しかけてきて、緊張した、はい、そうで、それからコナンカフェ行きましょうかみたいな。仲いいわけじゃなかったんですか。全くですよ、全く認識してなかった、ますね、全く、ですね、ですよね、おはようございますしか本当にやり取りがない、挨拶ぐらいしかしてなかった、はい、うん、から私も結構、あ、私も結構人見知りなタイプなので、なんか、あ、すごい来ちゃったって、うん、話しかけられちゃったって思ったし、来ちゃったってなかなかじゃないですか。後輩からカフェ行きましょうみたいな誘いも初めてだったんですよ、うん、なかったんだね。なかったから、うん、え、二人っきりきついけどどうしようかな、どう扱っていいんだろう、私に何喋るんだろう、面白い面白い、私あの石田由美ちゃん気持ちいいね、こう、うん、はっきり物を喋ってくる、そう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 、オブラートにとか絶対包まないからこういうとこが居心地いいんだ、そう、いいとこですよね、本当に。そうで、そう違うんですよ、だって今、はいは、うん、そういう仲になったからこそ言える話ってことですよ、うん、まあね、確かに、うん、はい、当時言われたらなかなか刺さるもんでしょ、わわってなってたんだ、はい、当時はなですけど、うん、こう一緒にご飯に行ってみたら、はい、あの私は道下さゆみさんからのアイドルとして の、 そのあり方というのをすごくたくさん学び、梨沙、はい、ちゃんは桃地先輩からアイドルとしてのあり方を学び、はい、そこが合致したんですよ、うん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 、それで、あ、この子とならそのアイドルについても語られるし、なんか
いいなって思う、いい子だって思えたんです。アイドル道アイドル論が結構合致したんだね、はい、結構盛り上がりましたよね。盛り上がったよね、はい、分かるそれみたいな一緒なんだけど考えてることコナンカフェでめちゃくちゃそういうハロプロの話しましたね本当はね、あんまり大きい子に言っちゃいけない そこ聞きたい、うん、そうね、喋って、うん、それからことは会うってなったんだね、うん、はい、そうです。そう、1回目のそのコナンカフェが普通に楽しくて、うん、石田さんと、はいはい、でそこから、まあ、うん、コナンカフェとかコナンに関するイベントとかは、うん、あの行きたいなと思ったら、うん、あ、じゃあまた石田さんをお誘いしてみようかなとかいう感じになって、うん、よく遊びに行くようになってから、はい、こうなりました。こうなりました。気づいたら旅行いろいろ行く仲になってね、はい、聖地巡礼するという、はい、うん、遠慮がないので、うん、それが居心地がいいです私は、ね、私はそう本当に自分からあんまり行けないタイプだったから、そこをリサちゃんにもうすごい壁もドスンドスンやられてグイグイ入ってるから、うん、でもそれが本当に良かったんですね一応最初は、はい、あのちゃんとあのコンコンってた壁はあのノックしてね、見えてた壁、見えました、うん、見えた、最初はちゃんと、うん、一応ノックしてから、はいはい、あの割るって作業だったんですけど、うん、まあ今はもうね日々入ってからが早かったんで、そう、日々入ってからが早いんですよね、うん、それは確かにそう思うそうなんですね、はい、で、うん、仲良くさせていただきました、ね、うん、じゃそんな中の、あ、はい、メールいきます。いや、めちゃくちゃ来てるんですよ、ね、いっぱい来てるからね、メールも紹介しようかな。じゃあ、はい、これもありましたね、神奈川県の哲也さん、ありがとうございます。石田さんへの質問ですが、名探偵コナンの映画を見るために確か柏市まで行かれたことがありましたが、はい、あの当時はまだそこまで親しい仲ではなかったと思います。いきなり柏へ映画へ行こうと言われた時はどう思われましたか。あ、柏、なんか柏千葉の、はい、うん、でしかやってないリバイバル上映があったんですよ。あ、なるほどね、うん、はい、うんうん、それに行きましょうって言って行った、うん、なんかそういうのも行くんだね。行きましたもん確か、いや、あんまりよく覚えてないですけど、うん、その時の誘い方って、うん、多分映画見に行きませんか、うん、こういうリバイバル上映やってるんですよ、うん、っていうのを先に来たんですよ、はいはいはい、それ見たいって思うじゃないですか、うん、私もコナン好きだから、うん、え、見たい、行く、うん、って言った後に、うん、柏なんですけど来た気がするんですよ覚えてないけど、ごめん、あんまり覚えてないけど、そういう、リサちゃんならそういう感じで確か来たって言ったかもしれない、ね、先にそれ言っちゃうとちょっと気分あれするかまず行きたいって思わせといて、うん、柏というのは後から出す、まあ、当時そこまで考えてはなかったですけど、そこまで出さってきてはなかったですけど、はい、でも確かに言いかねないです私だったらそう、うん、そう、しかもその映画を見終わった後にリサちゃんはお仕事あったんだよ ね、 ですね、仕事があって、はいはい、で私は何もなかったから暇だなと思ったんですけど、リサちゃんがその映画終わった後本当にすぐ帰らなきゃいけなかったから、うん、柏駅でじゃあお仕事頑張ってねって言って取り残される。柏に、はい、柏に縁もゆかりもないのに。そうです、そうです、そうです、うん、ランチ時に一人でランチ探し回りまして柏に来て、せっかくだから柏楽しむかそうです、そうです、そうです、だって柏の商店街見て帰りましたよ。あ、そう、商店街通ってぶらりしてなんか神社でお参りとかしてそう、振り回されてんな後輩に、はい、出ましたね楽しいんですけど ね、 いいね、それも本当なんか本当にいろいろお世話になりました本当。いやいやいや、石田さん甘えられる先輩というわがまま言っても許してくれるかなと思って全然ありがたい存在で、度重なるわがままもね、はい、こういうのもありましたね、はい、何でしょう、神奈川県のにじてるさん、リサちゃん、エミー、アロハなんつってさん、こんばんは。こんばんは。アロハなんつってさん、誰がアロハなんつってだよ。あゆみんといえば、日本国民なら誰もが知っているぐらい節約家なことで有名ですが、ねえ、らしいね。リサちゃんがためになるなと思ったや、あゆみんの節約術、もしくはスーパーでの目利きなどがあったら教えてください。お、どうですか。いやー、これ、ね、最近すごいなと思ったのが一個あるんですよ。何ですか。あの、もう私、最近、ウーバーイーツにすごい興味が出てて、ウーバーイーツやってみたい。と思って、うん、はい、で、あの石田さん、まあ、要はその家にいてウーバーイーツに頼むと、そのマクドナルドとか、はい、そういうところとかの食べ物とか持ってきてくれる、そう、家までね、なんか加盟店が、うん、そうそう、いろんなお店が今加盟してるね、そう、すごい便利だし、うん、それでなんかこうパーティーとかしたら楽しくないかなと思って、うんうん、ウーバーイーツやってみたいんですけどって、うん、はい、石田さんに言って、で最初はなんか石田さんも、あ、いいじゃんいいじゃん、そう、私もやったことないからね、ウーバーイーツ、なんかやってみようよみたいになって、で2人でまあそれなりに乗り気になって、ウーバーイーツについて結構調べたんですよ、はい、そしたらまあ
結構まあ手数料とかそうですねかかったり、うん、それはもちろん、はい、まあ、ちょっとこうお店で買うより値段がちょっと高めに設定されてたりとか、うん、そ、まあ、それなりの手数料かかる、はい、持ってきてくれますか、はい、手間かかってってことに気づいてから突然、うん、なんか風向きが変わってきて、はい、今までなんか石田さんと一緒にやろうよみたいな選手だったのに石田さんがねこれってさ別にさ家でやんなくてもよくないみたいな、でもやっぱウーバーイーツ家に来るのがベストじゃないですかって、いやそうでしょ、楽じゃないですかって言ったら、うん、なんかいや別にどっちかの家でやるんだったら行きがてら買っていけばいいと思うし、なんなら私作るけどとか言われて、はいはい、主婦お母さんそうなんですよ、うん、どこもかしこも楽しようとしすぎよみんな便利だけど、ね、世の中自分が動けばそうです、ちょっと離れたスーパーでも自分さえ動けば安く手に入るようになったんです、何のために足があるのって、ね、近くのコンビニだから便利っていう、はい、そういう時代はもういいと、そうです、自分の体さえ動かせばもう済むですから、すごいですよね、作るよって言われたのは初めて、そもそもでもウーバーイーツを楽しもうで始めたの意外とするんだなって思っちゃって節約が勝っちゃったね、うん、意外とやっぱ大事よ大事よ、はい、うん、すごいやっぱその精神、私はもう料理が苦手だから、まあ、そもそも作ろうとは思わないんですよ、だからまあその作れるからこそのダイアンだなと思って、素敵だなって思いました、ね、そこはもう石田さん見習ってください、うん、見習う、なんか料理やりたいなってちょっと思い始めたらしくって、うん、そうなんですよ、ちょっと石田さん料理教えてくださいよみたいなことを言ってきたから、うん、それは全然いいよと思って、うん、じゃあ何作りたいのって言ったら、うん、何でもいいですみたいな、全然やる気出さないんですよ、ね、嘘なんですよ絶対嘘だってわかんないんだ何がいいの、卵焼き、え作れるでしょそれは、卵焼きもえ作れないの、何家庭科で作ったことがあるの、はあもう全て習いなさい石田さんに、うん、やりましょうじゃあ豚汁がいいな、そうあでもいいじゃないですか、豚汁とか、ね、そういうの作れたらやっぱでかいですよ、ね、そうですかね、うん、いやーでもまだまだあるんですけど、はい、ね早いお時間あっという間ですよ、まだこんなにメールが来てるのに、本当たくさんもっといろいろ聞きたかったけどな、本当にあっという間、分かってしょうがないな、いやじゃあちょっとね、はい、最後に、はい、まあ帰らなきゃなんですね、うん、聞いてる皆さんへメッセージと、ね、今日でこのラジオ最後の山木さんへもメッセージ一ついただけますか、はい、はい、ですね、ようやくこうして60トライブに出演できて本当に嬉しく思うんですけれども、たくさん私の話が出てたみたいなので、うん、本当に出たかったんですよ、はい、だからこうリスナーの皆さんにはなんかなぜかわからない安心感が今すごくあって普通初めてのラジオの現場って緊張するんですけど、はい、今すごくこう安心感があるので、はい、またぜひこの場に呼んでいただけたら、また楽しいお話ししたいなって思いますし、うんうんうん、リサちゃんとはですね、はい、この後もちょっと会うのでクリパしますマジでもう普通にこうプライベート延長でここ来てる、ね、はい、はい、いや延長じゃない、仕事してから、はい、我が家に、はい、お呼びしました、お呼ばれしてるので、はい、お泊まりパーティーします、楽しみたいと思います、パーティーの模様も話してください、ね、もちろんです、はい、これからも私に任せてください、お願いしますはい、ということで1月の22日にねこれシングルね発売しますから、はい、こちらも皆さんチェックしてください、お願いします、はい、この時間のゲストはモーニング娘。ワンナイン石田あゆみちゃんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。